オーディオルネサンスオフラインアットオリオスペックパート1、ルーンとディレッタ、今さら聞けないあんなことやこんなことで、まあさすがにここに来る以上何かしら皆さんファイル再生はすでに実践されてると思いますですよね。はい、ルーンやってる人もうほぼもうかなりの方がルーンやられているようで、そういった方々は果たして自分のルーンに対する認識はどうなんだろうとか、まあ、その辺のこともね、すり合わせをしながら、ちょっと実りある回になってもらえればいいと思いますし、逆にこれからルーンをやろうと思っている人は、あらかじめ言っておきますと、ルーンは非常に素晴らしいソフトである一方で、必ずしも全ての人にとって完璧なソフトというわけではないので、その辺の本当のところをちょっとここでね、うまい具合に把握していってほしいなというふうに思っております。でもう一つディレッタってあるんですけど、ディレッタって知ってる人、素晴らしい。じゃあ今自分のシステムでディレッタを使ってるっていう人、かなりいらっしゃいますね。多分なんかルーンとディレッタ組み合わせてる人の日本のユーザーの結構なパーセンテージだもしかしたらあったのかもしれないですね。まあ、まあ、そんな手だれの皆さんにはね、ある意味基本から始まりますんで、聞き飽きた内容があるかもしれませんが、まあ基本ですので、何回確認してもいいことだと思いますので、どうかよろしくお付き合いください。では、始めます。ドン。まあこれ、ルーナティックってこれ私が勝手に思いついた造語なんですけど、何にかけてるかわかります？いるでしょ。そうです、そうです。ちょっとイカれてる人のことをルナティックって言うんですけど、そのルナティックとルーナティックをかけてるんですね。ルーナティック、まあ、日本語にすると頭ルンルンな人みたいな、そういうイメージですね。まあ、そうはならないようにしましょうねっていう、まあ、そういう感じの、あ、ぜひこれ写真撮って SNS に上げてください、ね、いきなりこう始まったかみたいな、いきなりこう来たかっていう。でも正直今の日本のオーディオ業界というか、まあ、メーカーしかり、ユーザーしかり、あとはメディアもしかり、ちょっとこういう雰囲気があるので、ここにいる皆さんは大丈夫だと思いますけど、ちょっとここらで冷静になるときかなと、に思います。はい、で、本日のテーマはこちらになります。まあ、ルーンはいいソフトです。もう本当に素晴らしいソフトです。なんていうのかな、10年に1本のソフトと言っていいぐらいに素晴らしく、また革新的であるソフトである。ということはもう私も本当にそう思います。一方で過信してはいけません。あくまでルーンとはこういうものだっていうことをきちんと認識した上で使えば素晴らしい体験が得られますが、まあ、必ずしも全部が全部ルーンで足りるというわけではないということですね。では次に参ります。はい、私のなんていうかこういうセミナー系のイベントをやればもう必ずと言っていいほど出てくるこの3要素ですが、まあ改めてね、もう耳にタコができるほど聞かされてると思いますが、改めてこれだけは覚えていってほしいなと思います。まあ私はよくこれネットワークオーディオの3要素というふうに言っておりますが、まあネットワークオーディオに限らずもファイル再生も全般に適用できるものだと思ってください。サーバーとプレイヤーとコントロール、この3要素ですね。はい、で3要素それぞれを説明したのが
しれの図になります。まずサーバーですね、ライブラリ機能と言っていますが、まあ、これは音源のファイルのデータを読み込んで、まあ、その音源に付けられているタグなり何なりを読んで音源をデータベース化して、まあ、っていう機能のことを私ライブラリ機能っていうふうに表現してるんですけれども、そういう機能を担っているのがサーバー で、このサーバーによってですね、音源にどのようにアクセスするかが決まります。ですのでサーバーは極めて重要です。続きましてプレイヤー、まあ、これは一つも言いますと、まあ、再生ですね。もう再生機能そのものだと言っていいでしょう。再生を担う部分です。なので音質はもちろんですが、それだけでなくて操作に対する挙動ですとか安定性ですとか、まあ、機能もかかってきます。あとはレスポンスの良し悪しですね。こういった部分もかなりの部分がプレイヤーに、寄ってくるので、こちらもとてつもなく重要です。そして最後コントロール、私はこのコントロールの部分をネットワークオーディオの本質みたいに表現したりもするんですが、コントロールっていうのはつまり音楽を聴くっていう行為そのものだと思ってください。でもって、まあ、操作性っていう部分はネットワークオーディオファイル再生の快適さを最終的に左右する部分なので、死ぬほど重要です。まあ、サーバーは極めて重要です。プレイヤーはとてつもなく重要です。でコントロールは死ぬほど重要です。まあ、つまり全部重要なんですよと、全部重要なんです。全部重要なので、きちんとそれぞれが果たす役割を認識していきましょうということですね。では先ほどのネットワークオーディオの3要素に、実際にネットワークに接続するときはどんな風になってるんだっていうのをかなり簡単に説明したのがこちらになります。各要素に機器を当てはめるとこうなります。で右側に米印でありますけど、このプレイヤーっていうのはあくまでも再生機能そのものを、まあ、担う部分なので、 DA 変換までするかどうかっていうのは実はあまり関係ないんですね。なので製品としての故障であればプレイヤーっていうと、いわゆる DAC 入っててアナログ出力をするものっていう、まあ、そういう認識があると思うんですよ。 CD プレイヤーとかね、ネットワークプレイヤーとかで、デジタル出力に特化したものだといわゆるトランスポートっていうじゃないですか。 CD トランスポートであったりネットワークトランスポートであったりって言いますけども、もちろんそれはそれとして伝統的な製品の呼び方としてそういうものがあるっていうのは理解しつつ、あくまで機能、ファイル再生における機能としてのプレイヤーっていうのはまた別のものだとご理解いただきたい。ネットワークプレイヤーもネットワークトランスポートも、あと最近よく言われているネットワークストリーマーとかも担ってるのは全てこのプレイヤーという機能です。つまりその機械、機器でもって音源を再生してますっていうのであれば、すべからくプレイヤーであるというふうにご理解ください。世の中にはミュージックサーバー、もしくはメディアサーバーと呼ばれることもあります。という製品ジャンルがあります。で、それ何かと言いますと、一つの機器でサーバーとプレイヤー両方の機能を担うことができる、そういう製品です。機器の内側で実際にそうしたサーバーであったりプレイヤーであったりコントロールであったりという機能を担っているもの、まあソフトの部分だと、主にソフトだとかね、そういう部分だと思ってください。でどんなものがあるかっていうのの一例です。今度は、まあ、パ
パソコンの中で使うソフトの話だと思ってください。ライブラリ統合型の再生ソフトと表現していますが、要はパソコンの中で使うソフトもサーバーとプレイヤー両方の機能を備えているということができます。PC 用の再生ソフトだからといってコントロールもなんていうかね、モニターにかじりついてマウスとキーボードでカチカチしなきゃいけないかっていうのは決してそんなことはなく、専用のリモートコントロール用のアプリが用意されている再生ソフトも当然あります。 PC 用の再生ソフトを使う場合でも結局はこのサーバープレイヤーコントロールの三角形でもって理解することができるということですね。はい、お待たせいたしました。ようやくルーンの話題に突入していきます。ルーンはどうなのか、まあ結局はこうですよね。まあいろいろ語るべき内容はありますが、基本はあくまでも再生ソフトと捉えましょう。で、ルーンは何がいい、改めてルーン使ってる人どれぐらいいましたっけ。ありがとうございます。まあ、使ってる人はね、日々これを実感してると思いますが、ローカル、つまり手持ちのね、自分が手持ちの音源とストリーミング、まあ、今ルーンが主に統合されてるのはタイダルとクーバルですけど、ストリーミングサービスの音源と統合してさらにデータベースを活用して膨大な量の音楽情報を聞かしてうんたらかんたらっていう極めて強力なライブラリ機能、これが真っ先に挙げられます。で、これがルーンかっこコアと言います。これは後ほど詳しく説明します。ルーンの動作に強力な CPU が必要な理由です。普通のオーディオ機器でルーンが動かない、そういう理由でもあります。音楽の海と言いましたが、これは私がルーンの極めて強力なライブラリ機能の結果体験できる、まあ、いろんなね、音楽っていろんなつながりがあるじゃないですか。アーティスト同士のつながり、あるいはあまり表に名前は出てこないけどいろんなアーティストの演奏に参加している超凄腕ドラマーとか超凄腕ベーシストとか、そういろんなつながりがありますよね。ルーンはそういう音楽のつながりを目に見えるようにしてくれます。まあ、可視化と言いますが、可視化されたそういう音楽のものすごい広がりのことを私は音楽の海みたいな言葉で表現してるんですけども、ただね、そういうのが広いだけだと途方に暮れちゃいますが、ルーンはそれを ものすごい勢いでたどれるようにナビゲーションがものすごく充実してる、ね、音楽の海をそうやってね、駆け巡って楽しむような仕掛けがすごく充実しています。で、これはつまり大抵再生ソフトとかそういうのってオーディオの枠内で話をすると、とにかく聞いてなんぼ、再生してなんぼ、音が良くてなんぼみたいな、そういう話に集約されがちなんですけれども、ルーンは決してそうではない。聞くだけにとどまらない多面的な音楽の楽しみを提供してくれる、これがルーンです。で、これが私がルーンを総合音楽鑑賞ソフトというなんかこう回りくどい呼び方で表現する理由でもあります。もう再生の範疇超えてるよねっていう意味ですね、はい、あ、でもお忘れなく、あくまで基本は再生ソフトですからね、ちょっと私英語の発音に自信がないので、それっぽく日本語訳した感じで言いますと、コンテクストと意味、まあ、文脈ですね、文脈と意味と一緒に、音楽は単なるファイルやただのデータの流れではない、情熱を持って集まったいろんな人たちが関わった作品ですよと。なので、ただリストを眺めるだけみたいなのやめて、もうちょっと多面的に音楽を楽しみましょうよと。こちらが、まあ、黎明期のルーンが、ある意味自分たちのね、
まあ、所信表明じゃないですけど、そういうような形で出していた文章です。まあ、当然、本格的な真剣なオーディオに供する以上、音質、まあ、再生品質ですねがいいのは当然求められて叱るべきでもあるんですが、正直なところこのルーンを作っているルーンラボっていう会社自体ははっきり言ってこの音質というものに対してかなりドライです。音がいいからルーン使ってくださいみたいなことは基本的にルーンって言わないんですよ。まあ、この辺が HQ プレイヤーとか J プレイとかその辺の再生ソフトとは決定的に異なる部分だと思ってますけれども、まあ、とりあえず、まあ、悪くはないですけど、これを目的にルーンルーンっていうのはちょっとルーナティックに片足突っ込んでるかなっていう感じを受けるわけですね。はい、ではルーンに期待してはいけないものということで、まず楽曲情報の完全性ですね。ルーンが利用しているデータベースもですね、所詮どっかの誰かが作ったデータベースを使ってるに過ぎないんですよ。だから抜ける、漏れる、間違う、当然あります。でもって何かしら情報が入ったとしても自分にとって理想的な情報とは限りません。さらに日本の楽曲の情報っていうのは相対的に薄れます。ですのでたとえルーンを使おうとユーザー自身による音源管理の必要性が消えるわけではないということになります。ルーンもっと軽くなんないかなっていう希望はね、希望自体はあっていいと思うんですけど、ルーン軽くなきゃ嫌だみたいなのはちょっとそれはルーンの方向性とは違うんでどうしようもない。音質と引き換えにユーザーエクスペリエンスや機能性を犠牲にするつもりはない。だから重くてもしょうがねえんだと公式に明言されちゃってます。はい、さあ次はちょっとなかなか刺激的なところなんですよ。ドン。まあうどん食べたかったらうどん屋に行ってください。はい。はい。でこれはもちろん期待してもいいですけど。過剰に期待するのはどうかなっていう部分です。ちょっと頭ルンルンにならずにちょっと冷静になってほしいなという部分です。ルーン曰く何のために RAAT っていうルーン独自のプロトコルを作ったかっていうと、もう究極の音質を実現するためなんて言ってません。あくまでも音質を担保しながら優れたユーザーエクスペリエンスと将来にわたる発展性、拡張性を実現しますと、そういう意図が強調されています。これも後々登場するディレッタとは違ってる部分ですね。はい、次もまた刺激的ですよ。ドン。ドキッとした人はいませんか？大丈夫ですか？後で刺さないでくださいね。ぶっちゃけ音にしか興味がないんだったら別にルーンでやる必要ないし、もう常に曲聴く曲決まってるんだとしたらルーンなんてめんどくさいだけだし、結構なマシンパワーがいるんで、もう PC 的なものを一切許容できない人にはもう完全に入れないですし、なおかつルーン最高、ルーンパーフェクト、ルーン神みたいにあんまり実態知らずに騒がれてもぶっちゃけルーンも迷惑だと思うんで、まああえて刺激的な文言を書かせていただきました。実はですね、このコマあと10分ぐらいで終わる予定のはずなんですけど、まだスライド3分の1ぐらい残ってしまってなんか思ったよりちょっとこう皆さんを前にしたらちょっと舌が乗ってしまいまして、はい、ちょっとまあ30分オーバーしても大丈夫なように休憩長く取ってますんでもしお許しいただけるなら延長してお付き合いください。でここから改めてルーンの内容に中身について、おさらい解説をしておきます。
またなんかぼんやりとこう灰色でねなってると思いますけど、それはあの私のツッコミの部分ですので、よく目を凝らしてください。こちらがルーンの3要素です。一昔前はね、コア、コントロール、アウトプットっていうあの用語を使って説明してたんですけど、ルーン、いつの間にか彼らのサイトからその表示が消えて、あのルーンアップとルーンコアとオーディオデバイスっていう3要素が前に出てきてて、ちょっと待てよお前らよ、あったくそだと思いましたね。でしかもね、あの普通の人が目にする表ではこうやってあのしれっと要素変えてるくせに、あの掘っていってナレッジベースに聞くと、あの昔通りあのコアコントロールアウトプットそのまま使ってるっていう、何なんですかねこいつらね。はい、まあ、一応今ルーンの3要素っていうとこういう形になってます。はい、でそれぞれはつまりこういう形です。ルーンアップ、あ素直にルーンリモートって言えばいいと思うんですけど、まあ要はこのアプリですね、アプリです、コントロールを担うアプリのことです。はい、まあ当然こういう、タブレットであったりスマートフォンであったりも使えますし、パソコンでも使えます。まあ、コントロールの部分だと思っています。でコア、もう核ですね、核で、このルーンにおいてはこの核が、ライブラリ機能、つまり再生と音源の再生機能、つまりプレイヤーを一手に担うということになります。最初の方のこの図を覚えてますか？はい、これですね。はい、ルーンにおいてここのコアがサーバーとプレイヤーの機能を担っているということです。で、この一番めんどくさいのがこのオーディオデバイセスっていう部分で、再生機器っていうのも違うんですよね。出力機器っていうのもちょっと違う。だからどう表現するのがいいのかってすごく難しい部分なんですけど、ルーンはあの彼らも開き直ってて、ルーンのシステムで音を出す部分に表現します。で、あのコアからの出力を受ける部分です。で、これは USB だけでももちろんいいですし、AirPlay でつないでもいいですし、ルーンレディに対応する機械とつないでもいいということになります。で、この3要素をもう一度この三角形モデルにしたのがこの図になります。サーバーとプレイヤーはコアです。コントロールがルーンアップです。で、もうこの三角形が終わった後の部分につながるのがこのオーディオデバイスになります。出力方法はいろいろ、なんだかコアだなんだってめんどくさいようなややこしいような小難しいようなことを言ってますが、結局はこの三角形のモデルで理解することが可能です。はい、ではどんどんいきましょう。ルーンレディについて、ちなみにあのルーンレディのロゴも今微妙に変わってますね。うん、はい、でこちらがルーンレディのざっくりとした説明になります。ちょっとこうルーンレディって結構多層的な意味を持っている言葉でして、まあ、大きく分けて2つの意味があります。ルーンが独自に作った RAAT、 ルーンアドバンスドオーディオトランスポートの頭文字なんですが、というプロトコルに基づくネットワークオーディオのプラットフォーム、まあ要はネットワークオーディオの約束事であったり仕組みであったり企画であったりというのはそういうやつですね、にして、同時に製品認証プログラムでもあります。この製品がこのルーンレディっていうことに対、ルーンレディに対応することによって、ルーン、要はコアですね、コアからの出力を音質のロスなくネットワークで受けられるようになる。つまり何も失うことなくルーンの、まあ、優れたユーザーエクスペリエンスを享受できるというのがこのルーンレディのいいところになります。でまたなんか灰色でなんか、ね、このツッコミが書いてますけど、
ルンってすごくよくできてるんで、なんだろ、ルン使えるんだったらもう自分らで大真面目にインターフェースとかなんかアプリとか作んなくていいじゃん。で、すごい勢いでもうこのルンの群門に下りまくってますよね、今ね。おさらいですが、プレイヤーもルーンのコアがいなくいるので、ネットワークプレイヤーをルーンレディで使うとき、製品は LAN でつながる DA コンバーター、 LAN ダック、まあ、USB ダックになるの LAN ダックですね、 LAN ダック、もしくは LAN DDC として機能しています。再生を担うのはあくまでもコアです。ここは誤解しないでください。今までネットワークプレイヤーが再生を担っていましたが、ルーンレディのシステムではコアに再生を奪われてしまうというわけですね。で、こっからは問題なんですが、じゃん。一つ例え話をしましょう。ハンバーグ屋があるとしましょう。そのハンバーグ屋さんは、まあ、肉はもちろんなんですけど、ソースに並々ならぬこだわりを持っていて、うちのハンバーグは、このソースとの組み合わせでうまいんだというふうに自信を持って提供しています。ある時一人のお客さんがやってきました。で、ハンバーグくださいっつってハンバーグをお出しされました。そしたらそのお客さんはハンバーグにかけられてたソースを全部剥ぎ取って、自分が持ってきたどっかの別の誰かが作ったソースをかけて、このソースかけた方がうまいんだって言って、そのハンバーグをむしゃむしゃ食べました。このルーンレディの仕組みに関して私がちょっと見てて危ういなと思うのは、まあ、ルーンレディってすごい別に新しくないな、もう7年前に出てた仕組みですよ。まあそれなりね、まあ、ルーンようやく流行りだしたの最近なので、まあ新しい仕組みとしましょう。新しい仕組みなんで、ルーンレディの対応製品を買いました。ルーンレディで試してみました。おお、すげえ、音がいいって、喜びたい気持ちはわかります。喜びたい気持ちはわかりますけど、でも、ルーンレディで使った方がずっと音がいいって、無邪気に言うのは、それって本当にそうですかと私はちょっと聞きたい。まあもちろん本当にそういうケースもあると思いますよ。でも、それを今までネットワークプレイヤーを真剣に作ってきたメーカーに本当にそれ言います？言えます？いや、だから私ね、よくそのオーディオのレビューとか見てて、なんとかっつうネットワークプレイヤー買いました、その製品それ自体をネットワークプレイヤーとして使うよりもルーンと組み合わせてルーンレディで使った方が音いいですっていうような文言を見るたびに、すっげえなんか勇気のあること言ってんな、私よりもよっぽどズゲズゲ言ってるなってなんかちょっと心配になっちゃうんですよね。あ、もちろんね、もちろんその可能性、実際にそういうふうに音がいい可能性はありますけど、それってつまりあんたのところのネットワークプレイヤーの再生機能大したことないねって言ってることに等しいんですよ。あ、頭ルンルンになるのは大いに結構。でも、はい、この図を思い出してもらって、実際に音が良かったら音が良かったって言うのはもちろんそれは一向に構いません。それは皆さんが感じた事実なので。でもルーンレディの方が音が良かったっていうのをさも一般論であるかのように言うのはちょっとなんていうか冷静に考えてみてほしいなと私は思います。必ずしもルーンは全能ではないっていうのとも思います。はい、じゃあ続きです。で、このネットワークプレイヤーから
再生っていう本会を奪うことが果たして本当に高音質につながるのかっていうこの疑問ですね。このルーンレディと RAAT 以外にも同様の疑問を生じさせる仕組みがもう一つあります、はい。まあ、それがこれなわけですよ。タイトル回収ですね、パート1の要はディレクターは最初から高音質の実現を目的にした、ランダックもしくはラン DDC を実現するためのプロトコルですね、ディレクターで出力する側がホストと呼ばれています。ディレクターで受ける側がターゲットですね。で、ホストはまあいろいろ選択肢がありまして、再生ソフトとアジオドライバー込みで Windows PC がホストになります。で、フィデアタやサウンドジェニックもホストとしての機能を持っています。まあ、特にフィデアタとサウンドジェニックなんかはディレクターが出てきてかなり早くこのホストとしての機能に対応したので相当話題になったことを皆さん覚えてらっしゃるかもしれません。で、まあちょっとオリオスペックさんを会場にしておきながらこう書くのはちょっと心苦しいところがあるんですが、まあ現実的に正直なところディレクターのターゲットはあんまり選択肢がないです。正直になります。なので選択肢を増やそうと、まあ、オリオさんがいろいろ頑張ってる感じでございます。で、さすがに今日来るレベルの方々は、まあ、大丈夫だと思いますけど、念のためちょっとね、こういう誤解をしてる人がね、どうやらいるみたいで、丸々とディレッタを比較したらディレッタの方が音が良かったみたいな感想は当然あり得るんですけど、でもその丸々とディレッタを比較したらの中の丸々が、USB 接続とディレッタを比較したらディレッタの方が良かったっていうのならわかりますよ。でも、J リバーとディレッタを比較したらディレッタの方が良かったみたいな、そういう感想をですね、たまに見かけることがあって、あれ、もしかしてディレッタって再生ソフトかなんかと思われてんじゃねっていう、そういう懸念があり、念のため、よ、はい。では、またこれ出てきました。今までネットワークプレイヤーが再生を担っていたのが、なんと、ディレクターのシステムではネットワークプレイヤーの再生を奪われてしまいました。またパボ君の恨み事ですね私ほんとプレイヤーなんだけどなで、またこれですよ、まあ、この場合のサーバーにプレイヤーの機能まで担わせてっていうのが、まあ、ちょっと分かりやすかったフィダータを例にしてますけど、またハンバーグのソース剥ぎ取りやがって、まあ、そういう話です。まあディレッタの場合は実際にこうだったから大騒ぎだったんですけどね。ルーンレディのシステムコアに再生を奪われる。ディレッタのシステムではホストに再生を奪われる。ソルツアートのネットワークプレイヤーはルーンレディのとディレクターの両方に対応しているわけです。ということは再生ソフトにルーンを使えば、要はルーンレディ、まあ、RAT ですねとディレクターの要はプロトコルのレベルで純粋な比較が可能になるわけですよ。もうパパ君開き直ってますよねはい、まあそんな感じでね、完全に機器の状況を揃えた上でルーンレディ RAAT とディレッタ聞き比べていただきました。まあどう感じたかは、まあ、皆さんのね心の内に秘めていただいて、別にこっちが良かった人とかアンケート取りませんので、はい、心の内に秘めて今後に生かしていってもらえたらなと思います。まあつまりですね、音質を語るなら、まあ、トータルで考えましょうということです。
ルーンレディだから全てがいいわけでもないし、全てが悪いわけでもないし、それはディレッタも同じことですね。はい、では最後にこの言葉で、パート1を締めたいと思います。ドン。ルーンは良いだが過信することなく。